現代自動車株式会社、韓国語、英語、ヒュンダイモーターカンパニーは、韓国最大手の自動車メーカー。傘下に、キア自動車があり、現代自動車グループを構成している。世界販売台数は、ヒョンデ単独では2017年の時点で年間450万台で、ホンダと同規模を誇る。またグループでの販売台数は817万台で、GM グループを抜いて、 世界第5位である。現代自動車がウルサンで稼働させている世界最大の総合自動車製造工場は年間160万台の生産能力を持っている。同社は全世界で約7万5千人を雇用しており、現代車は約6千の販売店とショールームを通じて世界193カ国で販売されている。韓国語ではヒョンデと発音するが、 社名及びブランド名の英字表記はヒュンダイとされている。かつての日本でのブランド、法人名両方の通称はヒュンダイだったが、2020年に世界統一でヒョンデへ五章変更。これに伴い、日本法人公式 HP やグローバルサイト内の日本語ページと日本法人公式 SNS ではヒョンデが使用されている。2014年、 競売に出された韓国電力公社の旧本社敷地を10丁、ウォン庁の価格で取得。2020年完成を目指して115階建ての本社ビルを建設中。1974年から1992年まで使用された CI。CI 変更直前の頃になると車両のエンブレムは新型 CM テロップの CI は旧型という状況も発生していた。 その1、スクープターボでの例その2、エクセルでの冷蔵業を初めてノックダウン生産した、フォードコーティナポニー1967年に、低収益が創立。翌年、米国のフォードより、技術供与を受け、フォードコルチナのノックダウン生産を開始。その後、ヒュンダイは、小型車の開発をめぐってフォードとの技術供与関係に、圧力が生じたため、 独自モデルの開発に踏み切ることとした。提携相手探しは難航したが、最後に訪問した三菱自動車が、ヒュンダイの要望を聞き入れたため、小型車生産のための車体やエンジン、ギアなどの生産技術供与契約を締結し、技術確保の手段を獲得する。1973年には、自社での自動車開発のためブリティッシュレーランドより、招き入れたジョージ・ターンブル主導のも 複数の著名なイギリス人エンジニアも加わり、三菱自動車からの生産技術供与技術供与も相まって1975年に韓国初の国産車ポニーを発売した。このポニーから海外での販売も開始し、1984年からカナダで一時期ベストセラーとなった。一方、アメリカでは厳しい排出規制をクリアできず販売されなかった。 ポニーの発売以降も三菱自動車との提携を継続し三菱自動車が韓国自動車産業の基盤技術を提供したと評されるほどの技術供与を受けた。デボネア、デリカ、パジェロ、ザグレート、エアロバスなどの数多くの三菱車ベースの車種や三菱車のプラットフォームを流用し続け今の自動車会社としての地位を得る。1978年には 三菱重工業と技術導入契約の下自動車専用工作機械の製造を開始し競争力を高めた。1985年には累計生産100万台を突破。アメリカ合衆国へは1986年に進出し小型乗用車エクセル1車種の販売から開始された。エクセルはフォーチュン氏によりベストプロダクト10に選ばれた。受賞の 主な要因としては、寝頃感が挙げられている。1988年販売のソナタでは、ヒュンダイの独自技術を用いるようになった。1990年、累計生産400万台を突破。1991年には独自のガソリンエンジンである、アルファエンジンとトランスミッションの開発に成功。1996年、 インドにヒュンダイモーターインディアを設立、チェンナイ近郊に自動車生産工場が建設された。1998年よりヒュンダイを世界的ブランドに押し上げるためのイメージ一新作を開始。1999年にはテーム Q が現代自動車グループのトップになり、品質、デザイン、長期的な研究開発への重点的な投資が行われた。10年間、 10万マイルの保証など、積極的なマーケティングキャンペーンがアメリカで開始された。i, I 2 0 i 3 0 n トゥソン当初は安価で、粗悪という評価だったものの、相対的に安価な価格設定を維持しながらも、品質向上に努め、その結果サンタフェが、米国消費者満足度調査第一位に選定されたり、アゼラが最も魅力的な車として、JD パワーの賞を獲得するなど、 一定の評価を得た。また販売奨励金やキャッシュバック10年10万マイル保証などのキャンペーンで販売台数を伸ばし、現在では、現代自動車は世界194の国と地域で販売される多国籍企業となった。しかし2006年にはストの影響で国内、海外での月間販売台数が初めて GM、台雨に抜かれた。また、 中国市場でも、傘下のキア自動車とともに販売台数が減少、シェアを前年3位から6位にまで落とし、トヨタ、ホンダのほか中国の独立資本系メーカー気づい議者にも追い抜かれることとなった。2007年には、ウォン高による価格の高騰により在庫が増えていることや、ローソのストライキによる損失、ゼネラルモーターズ等アメリカ自動車業界の価格引き下げ構成や、 トヨタをはじめとする日本自動車業界による低価格車戦略により北米などの市場でのシェアを奪われる形となった。10月には北米アラバマ工場でそナタの在庫の大幅な急増に伴い初の創業停止による生産調整を行った。しかしながらこのような逆風の中でも持ち前の攻撃的なマーケティングとデザインの大幅な改善により 2007年の累計販売台数は500万台を突破するまでになった。売り上げは過去最高となる30兆4890億ウォンを記録し、営業利益は47%増加、営業利益率も3年ぶりに6%台を回復した。これにより現代キア自動車グループ全体の販売台数は世界第5位、アジアの自動車メーカーでは、 トヨタグループに次ぐ第2位の規模になった。デザイン改革においては、グループ全体として、制裁効率よりもデザインを優先することとし、キアがアウディのチーフデザイナーだったペーター・シュライアーを、現代が BMW のチーフデザイナーだったクリストファー・チャップバンをそれぞれ獲得し、両者のデザイン責任者に据えたことが影響している。流体の彫刻をコンセプトにした。 デザインコンセプトが世界で受け、現代自動車グループの立役者となった、ペーター・シュライヤーは、2012年12月に、キア自動車社長兼現代自動車グループの最高デザイン責任者に就任した。ちなみに2009年1から7月の米国市場では、業界全体の販売台数が32%減と、大幅に落ち込んだが、現代自動車は前年同期比7.9%減に、 踏みとどまった。とはいえ、2012年末から、再び温高傾向とそれに、反比例する日本での円安傾向、さらに工述する北米での燃費庫代表時問題、等で、ブランドの信頼が揺らいだことや、海外市場で、韓国車の競争力が低下したこともあり、2013年2月の、韓国の国産車輸出は前年同月比15.1%減となり、同時に、 北米市場でのシェアも9%から7%に低下した。稼ぎ頭である韓国国内市場においても EU との FTA 締結のみならず、米韓 FTA の発行に伴い、アメリカで生産される日本車も関税が軽減されることとなったため、シェアも2012年の販売台数は114万台と前年比2%減少した。一方で、 日本車をはじめとする輸入車は販売台数を25%伸ばしている。米韓 FTA の恩恵を最も受けた車種といえるトヨタカムリが韓国への輸入車として初の2013年韓国カーオブザイヤーを受賞したことも韓国国内での現代自動車の求心力の低下を物語っているといえる。さらに2013年3月からは口述する通り労働組合が 昼間連続に交代制を実施し、生産効率の悪化だけでなく、さらなる上司関係の悪化をも招くと予想され、2013年4月3日には、現代自動車と、キア自動車がアメリカで販売した190万台以上の車両について、ブレーキ等とエアバッグの欠陥でリコールを行うことが報じられた。これは現代、キアにとって最大規模のリコールとなり、 さらなるイメージ悪化は避けられないという見方もあり、現代自動車を取り巻く暗雲はしばらく晴れそうにないという見方もあった。実際には世界景気の復調に伴い、グループ全体での販売台数を2009年の414万台から5年で800万台に到達させているほか、近年の SUV ブームの追い風を受け、通村が世界販売 SUV 部門3位になるなど、 実際にはそれほどイメージ悪化によるダメージを受けているわけではない。しかし、依然としてディーラーがこぞってインセンティブ販売を行っており、収益性の悪化に伴い経営難に陥る可能性が潜んでいることはたびたび指摘されている。もっとも、北米は乗用車の新車はレンタカーの需要が極めて高い市場で、ビッグ3を中心に同様に法人向けの インセンティブ販売が展開されているため、これは必ずしもヒュンダイに限った問題ではない。このように販売面では多くの不安の残るヒュンダイだが、技術面での成長は継続しており、2009年にはジェネシスが、2012年にはエラントラが北米カー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。2015年11月4日には、もともと高級車の社名として使われていたジェネシスを、 上級者ブランドとして、ヒュンダイブランドから独立させることを発表。合わせて、ジェネシスを象徴する頭文字の G を名前の頭につけた新モデルを順次展開していく方針であることも発表された。これに伴い、現在のジェネシスは G8-0 に2017年下半期に新たに発表される中型セダンは G7-0 と改名、命名された。また、 追って、ラグジュアリー SUV とスポーツクーペも加わり、2020年までに、軽六モデルが展開される。その一環として、まずは2015年12月9日に、同社機関車種であるエクースの後継車種にあたる、ジェネシス EQ900 を発表した。このジェネシスは、世界カーオブザイヤーの最終選考にも残っている。また、同じく2015年には、スポーツモデルである。 N シリーズを立ち上げ、2017年に第1弾の I-30N の投入を開始している。環境関連技術では燃料電池車の開発に積極的で2013年に燃料電池車仕様の通ンのリース販売を開始。2018年には 800km 航続を可能とする量産燃料電池車の熱ッを公開した。ハイブリッドでは アイオニックがトヨタプリウス PHV を上回る燃費を叩き出している。品質では JD パワーの調査では新型車の初期不良に関してはまだ他社より多いが全体的には日本車以上の評価を得ることも増えた。安全技術でも2017年にはアメリカで最も安全な車の基準トップセーフティーピックプラスを満たした車種の数でスバルを上回って トップに立った。2018年9月、テーム級会長の息子である、テイヨシノブが現代自動車主席副会長に就任。高齢の父は、一戦を退きテイヨシノブが事実上の経営トップとなった。2020年より、それまで世界各国で使用されていた故障を、現地読みのヒョンデに統一すると発表。日本では日本語の公式 SNS アカウントが、 作成され、そこでの発表となった。2020年12月23日から翌年1月7日まで、さらに2021年3月8日から数日間に、渡り、火山工場の創業を停止した。同工場で生産するソナタとグレンジャーの在庫が、適正水準を超えたことによる措置。2021年2月25日、新規開発された。 次世代 e v 用プラットフォームを採用したアイオニック号を発表。この席でヒュンダイの第三の柱としてかつて販売していたハイブリッドカーの名を冠した EV 専用ブランドアイオニックを立ち上げ2020年代前半にアイオニック号の他に2車種を出す計画があることも同時に発表した。ヒョンデモータージャパントラノモンショールーム正規ディーラーの1、0、ヒョンデヒョ兵ゴ。 神戸市販売開始日本市場へは2001年に参入 CM キャンペーンには小倉優子やペヨンジュンが出演した。また、社長を起用した CM も制作されている。CM ではヒュンダイを知らないのは日本だけかもしれない。といった挑発的なキャッチコピーが使われたほか、翌2002年には FIFA ワールドカップの公式スポンサーにもなっていたことから知名度を上げた。 しかし、日本メーカーの層が極めて厚く、輸入車層も BMW やアウディ、メルセデスベンツやフォルクスワーゲン、ルノー等といった競合がしのぎを削る。日本市場においては、輸入車はブランドイメージや特徴的なデザインか、高品質や欧州基準の安全性などを重視して購入される事情があり、現代車は日本市場において知名度やブランドイメージ、 日韓関係の悪さや信頼性の低さ、アフターサービス面での不安があり、これらに連動したリセールバリューの薄さなどから敬遠され、上記のイメージ広告展開はこうをそうしなかった。2008年の動向を2008年4月から、鉄鋼などの原材料価格の高騰を理由に、全車種平均で3.9%の値上げを実施した。この結果、グレンジャーと JM では、 それぞれ14万7000円、TV では5万2500円と最高8.4%の値上げとなったが、月間販売台数が前年比で30%前後に落ち込んでいる状況下での値上げは販売不振に拍車をかけた。また、乗用車、ソナタとエラントラについては、同年4月7日の時点で日本市場での販売取り留めが発表された。 同年6月、経済連携協定締結交渉再開に向けて、日韓両国政府が行った実務協議の中で、韓国政府側が日本の自動車販売網を閉鎖的と批判し、進出している現代自動車などの販売拡大への協力を案に求めた。また、現代自動車などの自動車が日本で売れないのは、日本の市場が閉鎖的であるためとした。 技術、ブランドなど自動車市場の要素を排除した韓国政府側の主張は販売の製品は企業努力にかかっているという日本側の反論により進展は見られなかった。なお、日本の自動車市場を閉鎖的と批判した韓国では現代自動車など自国産業を保護するためアメリカ製自動車の輸入規制、日本製自動車への関税など 外国製自動車への規制を行っているのに対して、日本では工業製品については無関税となっている。同年の年間登録台数は501台に止まり、ついに4桁にも達しない結果となったため、現代自動車は日本市場からの撤退を検討し始めた。実際に、同社の海外営業本部は、日本市場に対する広告やマーケティング活動を中断し、 2008年上半期には日本法人の従業員の半分がリストラされた。低迷と乗用車販売から撤退2009年10月に行われた東京モーターショーでは外国の四輪量産車メーカーとしては唯一出展を予定していた現代自動車であったが直前になって出展を取りやめた。 同年1から10月の販売台数は764台と低迷しており、同年11月27日、日本での乗用車販売から撤退する方針が発表された。この後、全国の乗用車販売店は順次閉店され、翌2010年をもって、日本での乗用車販売を正式に終了したが、販売済み乗用車のアフターサービスと観光バス、ユニバースの販売は継続。 外国人観光客増加の需要に向け、日本国内のバスメーカーが増産体制を敷く中、ユニバースの販売も顕著に推移し、2015年には年間100台の大台を突破した。日本における販売台数の水乗用車撤退と再参入2010年をもって日本の乗用車市場から撤退した現代自動車であるが、その後も千葉県印西市に設置していた。 研究開発拠点にて日本社の分解や分析を行い、その結果をもとにした自社製品の開発が行われていた。その後、本研究開発拠点は2013年頃に横浜市に移転した模様である。また、極少数だがアメリカや韓国からのヒョンデ社の並行輸入も行われている。2020年6月、日本語版ツイッターアカウントが開設され、 2022年に燃料電池車や電気自動車に特化して再参入することになった。アメリカ合衆国では2008年に40億1742万ドルを売り上げたが、前述の通り2012年末からは、ウォン高、円安の煽りや燃費子代表示問題を受け、販売台数、利益ともに一時的に減少傾向した。しかし、その後は、 インセンティブ拡大などにより、2015年上半期は、現代、キア合計で68万2102台と過去、最高の2014年上半期の記録を更新した。シェアは8%前後である。2016年からは、自社高級ブランドとなるジェネシスを展開。ジェネシス G8 例がヒットし、一時は、中大型高級車市場で13%のシェアを、 獲得したが、売れ行きは持続せず、2018年の販売台数は、大前年度比で約半分にまで落ち込んだ。現代自動車は、中国現地の北京技者と合弁会社を設立して、北京現代技者を中国で展開している。また、キア自動車は、中国現地の東風技者と合弁会社を設立して、東風与立キア技車を中国で展開している。 現代自動車の発表によると、中国での2009年の目標販売台数は36万台。ティアの目標販売台数は18万5000台と発表された。さらに2010年、四川南春記者集団と合弁で四川現代記者を設立。トラック、バスなどの商用車の生産に乗り出した。2017年、韓国内において、 t h a a d ミサイル配備をきっかけに中国国内で買い控えが発生。同年4から6月期の販売は対前年同期比で64%と大きく減少した。8月には部品サプライヤーへの支払いが滞り、5つの工場のうち4つの工場で一時的な生産中止を余儀なくされている。北京現代では 2016年の販売台数114万台を踏まえ、2017年販売目標を125万台としていた。2018年も販売不振は回復できず、各工場の稼働率は低迷。商用車を生産する四川現代記者の工場でも稼働率は10%にとどまった。インドの新車市場のシェアは2位である。I-20 などの新型車が販売を押し上げている。 2008年4月には、現代自動車の愛獣が五冠を取り、インドの主なメディアや自動車評価団が表彰する最優秀賞を総なめにした。現代自動車は2008年、東欧地域で255,900台、ロシアで191,463台、中南米で189,732台、中東で165,99台、 アフリカで153,993台を販売した。2007年には西欧で279,77台を販売している。2006年3月下旬に関連会社を通じて作られた不正な資金によって、キア自動車買収などに際し、当時の韓国の近代中政権関係者へのロビー活動が行われたとして、 最高検察庁によって本社が家宅捜索を受け、翌4月中旬には副社長らに加え、同月下旬にはテーム級会長が横領や背任の容疑で逮捕された。この事件との関連性は不明だが、同年第一四半期の決算発表が理由なく無期限延期とされ、5月4日にようやく決算発表が行われている。2007年2月5日、 テーム Q 会長の判決後半がソウル中央地裁で開かれ、懲役3年の実刑判決が下された。しかし、テーム9は2012年1月現在も現代、キア自動車グループ会長から降りてはいない。現代自動車は海外市場では低価格での販売で、自動車業界の安売りを投票されているが、これには仕掛けがあった。 2007年1月の朝鮮日報の記事によると、現代自動車と子会社のキア自動車が合計で、韓国市場で70%近くのシェアを独占していることを利用して、ディーラーの営業活動を制限し、車両価格を急激に引き上げるなどの不公正取引行為を行い、ディーラーや消費者が被害を受けていると、公正取引委員会が判定を下したとのことである。 現代自動車の車両価格の高騰はここ数年急激になっており、そなたの場合は平均価格が2000年の1429万ウォンから2003年には1949万ウォン、2006年には2498万ウォンに上昇し、6年で1069万ウォンも価格が上昇したことになる。これについても厚生取引委員会は現代自動車の中、 小型車価格が大幅に上がったのは、ライバルとなる輸入車がなく、現代自動車が市場支配力を持っているためだと指摘している。現代キア自動車グループが国内市場で78%ものシェアを独占していることに加え、韓国政府は交換税戦略で国内市場において海外企業との競争から自国企業を保護していることが要因となっている。 そなたの2006年におけるアメリカ市場での価格は約193万円、日本市場では約208万円である。さらにジェネシスにおいては韓国国内販売価格5280万ウォンに対してアメリカ市場での販売価格が32000ドル水準で策定された。単純比較では2180万ウォン。 韓米両国の税金の差を考慮しても1200万ウォンも国内での販売価格が高く設定されていることから一部の消費者や並行輸入業者たちは米国で販売されるジェネシスを韓国に逆輸入しようとする動きを見せている。なお国際貿易においては国内価格よりも安い価格で国外で販売することはダンピング行為にあたる。 現代自動車成長の阻害要因の一つとして、非協力的な労働組合の存在が挙げられる。現代自動車は、社内での労組の影響力が強く、設立された1987年から数えると1994年など一部の年を除いて、毎年のようにストライキが発生している。2006年3月20日の朝鮮日報では、市民団体、先進化政策運動が、 現代自動車労組の集団エゴイズムを厳しく批判するデモを行ったと報じられている。これは現代自動車が毎年労組による賃上げ交渉に屈服した結果、国際競争力が低下しその負担を下請け業者に押し付けていることを批判し、現代自動車労組に会社と痛みを分かち合うことを求めたものだった。労組は2006年6月26日から、 長期ストに突入。7月26日に賃金交渉が妥結。7月29日に完全収集となったが、生産遅延は9万3882台。金額にして1兆3000億ウォンの損失が発生している。2007年9月には、ロー素は1997年以来10年ぶりに、ストなしに年内の賃金。 団体交渉の合意に至ったが、合意事項には、新車の生産工場と生産量を、労使共同委員会で審議、議決する、海外工場の新設、増設はもちろん、国内生産車種の海外移転や、海外生産製品の第三国輸出までも、労組の同意を受けるという内容となっており、今後の工場建設や国内車種の海外移転、海外生産品の輸出に至るまで、 組合員雇用に影響を及ぼす事案について、労組の同意を必要とすることになるという、事実上現代自動車は経営権を労組に握られたに等しい状況となった。2007年には北米アラバマ工場が10月に、そナタの在庫が大幅に急増したことから、初の創業停止による生産調整を行い、中国市場でも、 参加のキア自動車と共に販売台数が減少し、シェアを前年3位から6位にまで落とし、トヨタ、ホンダのほか中国の独立資本系メーカー気随技者にも追い抜かれることとなった。アメリカ市場でも中国市場でもリセールは流の下落が激しく、アメリカではレンタカー用自動車や低所得者の自動車、中国ではタクシー用自動車のイメージも定着してしまっている。 2008年9月の労使交渉では、労使は、現行の昼、夜間に交代制の勤務方式を改善し、労働者の健康を大きく害する深夜と早朝の作業、すなわち夜間組の勤務を廃止し、その代替として朝の作業開始時間を繰り上げ、午前と午後組がに交代で夜12時以前に全ての作業を終えるという昼間連続に交代制を翌年9月にも施行し、 かつ賃金を現在の水準で保つことを骨子とする賃金協議案に暫定合意した。その分生産性を引き上げて1日の自動車、生産台数を現在の水準で保つことにしたが、こうした方法ではすでに損失が発生した部分については補うことができず、会社側が不法ストを行った労組の主張に屈してしまった結果だと指摘する声が多い。 2013年3月4日から昼間連続に交代制が実施されることとなったが、実施直後から労働強化などの問題が浮上し、現場で衝突が発生している。全州工場では、自民の補充なしで管理者を投入して、生産を行ったためバス部の稼働ラインが全面的に停止し、ウルサン工場も労働強化をはじめ装備準備。 不十分などの問題が発生したため一組の第一工場から第五工場までのラインが停止し、二組の第二、第四工場でもライン稼働が停止した。このこともあり、テーム級会長は、高コスト、低効率から脱却できない国内での生産構造がこれ以上持ちこたえられないと判断し、2013年度から韓国国内での生産を、 最大20万台減産し海外生産に切り替える指示を出した。2007年には、ブルームバーググローバル自動車業種指数基準で現代、自動車の時価総額順位が2005年末の7位から16位に急落したと発表された。その原因は、この敵対的労使関係が、海外の投資家による現代自動車への資本投下を鈍らせていることにある、という指摘もある。 労働組合側が認めさせた、待遇工場の指標として、2013年段階で1台の車を生産するための所要時間は30.5時間、売上に占める人件費の割合が13%とする数値がある。従業員の平均年俸も上昇し、2012年には9400万、ウォンに達した。2016年9月26日、韓国内の工場で12年ぶりに、 全面ストライキが実施。同年は前日までに十9回の次元ストライキが行われた上での実施となった。デザイン模倣2012年11月2日、アメリカ環境保護局は現代自動車と参加のキア自動車がアメリカで販売した一部車種の燃費性能を古代表示していたと発表した。古代表示が指摘されたモデルはサンタフェ、エラントラ、スポーテージ、 ソウルなどの主要車種を含む現代車7モデル、キア車6モデルとなっている。該当車を購入した北米地域の顧客は90万人と推測され、これに合わせて現代、キアは90万台のうち58万台は認証燃費を1ガロンあたり1マイル、24万台は2マイル、8万台は3から4マイル引き下げることにしたと発表された。現代、キアは 決して意図的なものではなく、米国燃費試験手続き上の規定の解釈と、試験環境、方法の違いによると説明した。現代、ギア社北米法人は、燃費の変更に基づき、該当者を購入した顧客に、地域燃料価格などに基づいて保証すると明らかに、した。また、不便による保証も追加でする予定という。しかし、アメリカではこれに対して、 集団訴訟を行う顧客が急増。彼らは訴状で、現代、キアが出した保証案は、燃費が下方調整されたのに伴った中古車価値下落分が含まれていないとして、中古車価値が下がったことに対し経済的損失まで賠償をと要求した。また、現代、キアが不公正競争防止及び消費者救済法に違反したと主張した。さらにこの訴訟は、 隣国のカナダだけでなく、本国である韓国にまで飛び火したという。2014年11月3日、アメリカ司法省と環境保護局は、現代、キア両自動車会社が、大気浄化法違反の制裁金として、過去最高額となる1億ドルを支払うことで和解したと発表した。韓国で2007年末から、発売直前まで放映されたテレビ CM には、ジェネシスを、 アウディ A8 と高速度で正面衝突させる映像が用いられた。これに対してアウディはアルミニウム製で衝撃を吸収するボディ構造である A8 との衝突映像比較広告は消費者を惑わすものだとしてヒュンダイを非難している。2020年12月11日、米国ボストンダイナミクス社の株式をソフトバンクグループから80%を買い付けたことを公表した。 世界的にも完成度の高いヒューマノイドなどを生産ラインへ投入するものとみられ、世界各地の工場における雇用労働環境の悪化と賃金の高騰がインターネット上で騒がれる中であった。バンバストラックバンバストラック00年代までのヒョンデのモータースポーツ活動は散発的なものであったが、2013年ドイツのアルテナウニ完全子会社、 ヒョンデモータースポーツ有限会社を設立して、以降は本格的にモータースポーツ事業を展開している。同社はヒョンデのワークス活動のみならず、世界中のプライベーターへのレーシングカーの販売、メンテナンスやドライバー育成も行っている。また2017年から発売されている高性能車ブランドの N はモータースポーツ活動で得た知見や技術を注力しているとされている。 I20 クーペ WRC2018 年、ラリースウェーデンでの優勝1994年より、アジアパシフィックラリーにエラントラで出場し、ラリーオーストラリアで A7 クラス別総合優勝を果たしている。翌1995年からは、アバンティティブロンなどで参戦し、いくつかのラリーで優勝を経験した。 世界ラリー選手権では1998から1999年のクーペキットカーによる FIA2 リッターカップ参戦を経て2000年より最高峰クラスへ挑戦。ワールドラリーカーのアクセント WRC を投入する目線を強いられ、アリスター、マクレー、アルミン、シュワルツ、フレディロイクスなどがステアリングを握るも4位が最高位であった。2002年には マニファクチャラーズ選手権で4位を記録している。しかし、2003年途中にマネージメントを委託している、英国の運営チーム、モータースポーツデベロップメントとの衝突により、シーズン途中から参戦を取りやめた。前線参戦が義務付けられているにもかかわらず、シーズン途中で撤退したことにより、国際自動車連盟から罰金100万米ドルを支払う命令が下されたが、この罰金を、 MSD とヒュンダイのどちらが持つかが法廷で争われ、結局ヒュンダイが罰金の納付を確約させられた。2014年に WRC に復帰。トヨタやブジョーの WRC マシン開発にも携わったミシェル・ナンダンをチーム代表に据え、HMSG にて I20WRC を開発した。デビュー年のラリードイツでは、 T.L.E. ヌービルがヒョンでの WRC 初勝利を記録した。以降2018年終了時点までで通算10勝を挙げ、3年連続でドライバー、コドライバー、マニファクチャラーズ部門それぞれで2位を獲得している。2019年にチーム代表はアンドレア・アダモに交代し、往年の9年連続王者セバスチャン・ローブも加入。これが走行し、 アジア車メーカーとしては4例目、韓国車としては初となるマニファクチャラーズチャンピオンに輝いた。また2017年にはプライベーター向けとなるグループ R5 規定の i20 も開発。同時にこの車両を用いた若手ドライバー育成プログラムを発足させており、WRC2 や地域選手権などに散発的に参戦している。i30NTCR2017 年に TCR 規定の i30NTCR を開発し TCR ヨーロピアントロフィーで i30 の開発ドライバーであるガブリエル・タルキーニがデビューインを飾った。2018年には WTCC に代わって誕生する WTCR に2チームが i30NTCR でフル参戦。BRC レーシングのドライバーはタルキーニとノルベルト・ミケリス。 イヴァン・ミューラー・レーシングからは、イヴァン・ミューラーとテッド・ビオクで、合わせて3人の WTCC 王者が揃い踏みした。開幕戦モロッコのレース3で1-2-3を決め、一時はドライバーズランキング1から4位まで独占する圧倒的な速さを見せ続け、韓国車としては、初となる FIA ワールドカップのドライバーチームチャンピオンを獲得した。I-30NTCR は、 北米の PWC でも、猛威を振るい、ブライアン・ハータオートスポーツがチャンピオンとなっている。2019年、WTCR でも重いボップを跳ねしりぞけて、ミケリスがチャンピオンとなって、ヒョンデゼーがドライバーズに連覇を果たした。なお2019年には、北米市場向けにベロスター N の TCR 仕様も、開発、投入している。また2020年に開幕する。 PCR の電気自動車版である E クア、ok、に向けてベロスター NE 特アも他社に先駆けて公開するなどラリーに劣らぬ積極的な姿勢をこの分野でも見せている。ニュルブルクリンク24時間レースにも2013年から市販車の I30 で参戦しており2014年から2016年まで同クラスを3連覇した。2017年は 排気量を1.6リッターから2.0リッターへと上げて SP3T クラスへ戦場を移しクラス4位で完走した。2018年のニュル24時間には TCR クラスに I30NTCR で参戦し2位表彰台を獲得している。2020年からは BTCC においてプライベーターが I30 ファストバック N パフォーマンスを採用する。 GRC のベロスター、ターボ世界、ラリークロスの i20RX スーパーカー、ヒュンダイモーターアメリカは2012年にリース・ミレン、レーシングを支援して、ベロスターで GRC に参戦。2度の優勝を飾っているが、2014年をもってワークス参戦からは撤退している。2015年以降はリース・ミレンが散発的にベロスターでスポット参戦している。 2018年には WRC 王者マーカス・グロンホルムが創設したチームの GRX がミシェル・ナンダンとのコネクションにより片落ちのヒュンダイ i20WRC をベースとした i20RX スーパーカーを開発して世界ラリークロス選手権に挑戦2019年のノルウェー戦ではマーカスの子ニクラス・グロンホルムのドライブでアジア車として 同選手権発の総合優勝を飾り、最終戦も1から3フィニッシュを決めて、チームランキングで年間2位の好成績を収めた。1992年に、ヒュンダイ米国法人が、スクープターボでパイクスピークに挑戦。ロット・ミレンがステアリングを握り、2WD 主犯者部門クラス優勝と、同クラス新記録更新を果たした。これが現在確認できる。 最も古いヒュンダイ車の国際レースでの勝利である。21世紀に入り、ヒョンでは、ロットのコリースが所有するリースミレンレーシングを支援して、パイクスピークヒルクライムに再び、2009年には、ジェネススクーペで市販車二輪駆動部門の新記録12、9.397を樹立して、クラス優勝。2011年からは、ジェネス M580 を開発して、 アンリミテッドクラスから参戦し、総合2位、全面舗装路となった翌2012年には、タイムアタッククラスから、ジェネシスクーペでエントリーし、総合優勝をつかんだ。リースミレインレーシングは、ドリフト仕様にカスタムされた、レッドブルカラーのジェネシスクーペで、ホームユラ D にも出場していた。2019年から、WSBK に、HMSG が開発した i30。 ファストバック N のセーフティーカーやコナツーソンのメディカルカーを供給している。かつてインドではフォーミュラ LGB にエンジン供給を行っていた。韓国では国内最高峰であるスパーレイスチャンピオンシップに参戦していたり、アバンデによるワンメイクレースを開催している。ヒョンデ創立50周年の2017年には FCV ハイパーカーの N2025 のティザー映像を公開し、 ゲーム、グランツーリスも6に収録されているが、実写としては存在しない。韓国、K リーグに所属する全北現代モータースのオーナー企業であり、オーストラリア A リーグのリーグスポンサー、さらには、チェルシー FC や PFC チェスカモスクワ、AS ローマ、アトレティコマドリードといった、ヨーロッパの有名、クラブチームのユニフォームスポンサーも務めている。また、 2002FIFA ワールドカップの公式スポンサーを務めていた。ありがとうございます。